はい、今回の動画はですね、この動画を撮ってるのが2019年の5月の4日なんですけども、マイクロソフトの方がですね、新しい言語の令和に対応しました。ただですね、Windows アップデートの自動更新を待っていると、なかなかですね、新しいバージョンの方には更新されないので、いち早くですね、令和に対応したいといった場合はですね、手動で更新することをお勧めします。で、Windows アップデートのね、手動のやり方なんですけども、まずは設定の画面を開きますんで、スタートボタンのところからね、この設定のところをクリックして、設定の画面を開きます。で、次にですね、この更新とセキュリティというところをクリックしてください。はい、そうするとね、この Windows アップデートの画面が開きますんで、今ね、こちらのパソコンに関してはもうすでに最新の状態になっていますけども、何かね、アップデートされてない新しいプログラムがある場合は、ここにですね、一覧でこのプログラムが出てきますんで、まあ、それらをね、更新をしてもらうといったところと、あとはね、この更新プログラムのチェックっていうボタンもありますんで、こちらをクリックするとね、まあ、それ以外にもこの更新プログラムがある場合がありますんで、まあ、それらをね、更新することによってですね、今現状この動画を撮ってるのが2019年5月4日ですけどもね、更新をすることによって、令和の表記の方にね、Windows 10の方が対応しますんで、まあ、いち早くですね、この令和対応したいと言った方はですね、まあ、ご自身で手動でアップデートしてもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。